今日のおすすめは魔法少女サイト。うつアニメが好きな方には向いてますが、海外で放送禁止されたぐらい暗くて重たい。主人公の朝霧あやは学校ではいじめられ、家では兄に暴力、毎日死ぬことばかりを考えてます。そんなある日、魔法少女サイトというものを見つけます。すると管理人に拳銃の形をしたステッキをもらいます。いじめに耐えられず一度使用してしまう。銃を向けた相手はなんと瞬間移動します。そして移動先はなんと走行電車の前でした。人身事故で相手は亡くなります。主人公にはそのことは伝えられていません。後々その事実を知り怯えます。このアニメでは同じステッキを持った少年が続々といて、ステッキによって能力が違います。例を挙げると、時間停止、コピー、衝撃波、洗脳、そしてステッキの形は全て違い、ヨーヨー型、パンツ型、コントローラー型など様々。ちなみに使用すると大きなデメリットもあります。そしてこの少女たちの共通点があり、それは不幸なこと。さらにその少女たちを狩るハンターもいます。このアニメの魅力は、暗い話ですが友情が熱く、人物の成長が面白い、本当の敵が誰か分かった瞬間がヤバい、世界観や能力系、普通アニメが好きな方におすすめです。ちなみにヤバいキャラはニジミンと主人公の兄。ワンクールで12話だけなので、気になった方は見てください。